久保さん、今回100万の万にしましょうか。万。水が容器にいっぱいになる。満ちる。一定の量に達すると。満ちる万。はい。満ちてますか？僕はね、マルサの女っていう映画がすごく好きで、これ結構印象的、金曜ロードショーだ、ガキの頃見たような気がするんですけど、すげえ印象的で、なんで印象的だったかっていうと、お金持ちに憧れてたからですね。お金持ちに憧れてたから、最後の、脱税するんですけども、お金持ちになるためにはこうしなきゃいけないっていうね、お金持ちの定義を言ってて、痺れたんですけど、そう。金持ちになるためには、このビーカーのね、水がいっぱい注ぐんだと。で、一般人はね、このビーカーの水に注ぐ前にみんな食べちゃうと。飲んじゃうと。だけど金持ちは違うと。金持ちはビーカーに水をいっぱい注ぐんだと。で、表面張力させて、で、そこでこぼれてきた水を舐めるんだと。こうやって言ってて、ペロって舐めるんだみたいなね。お金持ちになるためにはこうしなきゃいけないみたいな、そういう言ってて、ちょっと痺れたんですけど。あれね、お金持ち、お金を持ってるってことは、お金持ちってことは、お金があるってことじゃないですか。持ってますっていう。だから、ビーカーに水がなかったら、水が持ってないですよね。水持ちみたいなね。でも本当にその通りだなって、お金持ちになるためにはね。お金を稼ぐのと、お金を持つっていう、この、ちょっと、分離した考え方ちょっとなるんですけども、僕はね、いろいろ勉強していく中で、お金持ちってあんまりでも意味がないのかなと。意味がないって何かっていうと、結局お金使わなかったら何にもならないんですよ。なんかあるとするならば、口座残高が上がっていくっていう、数字が上がっていく、ドラクエのレベルを上げていくみたいな感じの楽しい感覚。いや、それは得られます、多分。あと、安心だったりとか、口座にいっぱいあるとね、安心とか、残高が増えていくっていう、数字が増えていくっていう楽しさですよね。これも別にいいと思うんですよ。ただし、それだけなんですよね。お金を使わなかったら、そもそも経済も回らないし、お金を使わなかったら、体験得られないんですよ。サービスとか物に転換しないと人生の思い出っていうのは作れないんですよね。人それぞれですけど、じゃあ5億円貯めたという思い出、5億円貯めましたと、100億円貯めました、俺は貯めたんだぞって死んできたい人がいるんだったら、それはしょうがないんですけどね。でも5億円稼いでそれを全部転換してって、多分転換していった方が思い出の数は増えると思うんですよ。例えば分かりやすく言うならば、5億円貯金しちゃったとしても何も使わなかったら、それじゃないですか。銀行口座にあるだけですよね。でもその5億円を世界旅行でいろんなとこ行ったっつったら、もう世界のいろんな景色を見たりとか、いろんな人と触れ合ったりとか、世界のいろんな食い物を食ったりとか、体験したりとか、多分いっぱい思い出増えると思うんですよ。だから思い出を増やしたいんだあるならば、僕は使うべきだと思うんですよね。だけど思い出なんかいらないと。安心して死んでいきたいってことだったら安心して死んでいきたいってことだったら貯金すればいいんじゃないですか。でもその貯金ももしかしたら日本経済が破綻した時に、破綻することを想定してるかわからないですけども、日本の貨幣価値がなくなった時に5億円が1億円の価値にしかならなかったりとかね。その時に使っとけばよかったってなるかもしれないし、でもそれは未来のことなんでわかんないですけどね。日本の価値が下がるっていうね。でも間違いなく下がってると思いますけどね、昔に比べると。バブルの時の日本の価値と、今ね、バブルが終わってもう何十年経っていますけど、その時に比べると日本の価値って相当下がってると思いますけどね。そう。だから、なんだろうな。マルサの女では、お金持ちになる定義、ビーカーに水をためてこうなるんだっていう話を言ってたんですけども、幸せ持ちになるというかね。だからお金をしっかり稼いで幸せのビーカーをためていくと。幸せのビーカーを食べていくと。要はいろんなとこに旅行行ったりとかいろんな美味しいもの食べたら幸せって多分、幸福度っていうか楽しいとかワクワクするとか多分いっぱい増えると思うんですよ。家でじーっとこういう風にやってるよりね、家でじーっと何もしないでやるよりアクティブに、アクティブは嫌いっていう人もいるかもしれないですけども、なんか思い出いっぱい作ったらその思い出ビーカーというかね、幸せビーカーっていうのは溢れると思うんですよ。で、これいっぱいになると何が起こるかっていうと、幸せをね、自分で舐めるんじゃなくて、このこぼれた幸せを分け与えられるんですよ。幸せっていうのは。でもお金はね、自分で舐めたいんですよね。お金は自分で舐めたいんですよ。だけど、幸せっていうのは、こう人に分け与えたいんですよ。で、これは DNA でレベルで多分刻まれてると思うんですけども、よくあるのが、この前食ったお店めちゃめちゃ美味しかったよと。美味しかった幸せを人に言いたいんですよね。どうですか？あそこのお店めっちゃ良かったよとか、あの映画さめっちゃ面白かったぜみたいな。多分これ小学校とか中学校の時からあると思うんですよね。このゲームめっちゃ面白いぜとか、その面白いとか幸せを分け与える、伝えるっていうのは多分 DNA レベルで刻まれてると思うんですよね。だから幸せが溢れるとそれは分け与えやすいっていうね。でもこれも人それぞれあるっちゃあるんで、全員に当てはまるっていうわけではないですけども、なんか鳴ってます。